こんにちは、速稼塾の久保です。まあ大学に行く意味っていうのは非常に低くなってきたかな、少なくなってきたかなと思いますね。まあ前もお話ししましたけども、そもそもなんでより高い学府で勉強するのかと言いますと、それは信用をつけるためじゃないかなと思うんですよ。まあ中卒よりも高卒、高卒よりも大卒の方が、学歴があった方が何がしかの実績を残してるよねっていう風な、全体的な実績数値で見ると確かに学歴を稼いでおいた方が有利ではあるんですよね。まあしかし大事なのは、学校で学んだことのないものが次から次へと出てくる、遭遇する社会というところで、学校で習ったことだけを駆使していこうとすると、どうしてもね、勝負に負けることが多いんですよ。ですんで、例えば社会に出たらね、インターネットや YouTube がある、 Twitter がある、別に授業で出てきてないし、入社面接に Twitter のフォロワー何万人とかってないわけですよね。でも実際に世の中で差がつくのはインフルエンス力ですよね、影響力ですよね。どれだけ情報が拡散することができるのか、どれだけ多くの人を自分のフォロワーとして抱えておいて信頼関係を作ってきたかっていうところのが、圧倒的に実は実務では必要なことだったりするんですよね。でもこれっていうのは別に学校でね、教わったことじゃないんですよね。友達をたくさん作っときなさいぐらいは先生も言ったかもしれませんけども、でもだからといってね、学校の授業で友達を作るためにはこんな戦略がありますっていうふうに、いわゆる先生の個人的感想とか感情で発せられた言葉以外に、たくさんの人とつながっておくためのカリキュラムって別になかったわけですよね。まあその中で強いて言えば、中卒よりも高卒、高卒よりも大学に行った方がより多くの人と知り合うチャンスはあったのかなと思いますけどね。やっぱりね、たくさんの人とつながっておくこの影響力をどういうふうに持っていくのか、社会人としての人脈って言いますけども、そういうふうなね、なんかこう、何かがあった時に協力しようとか、メリットを得るためにとりあえずつながっておこうみたいな打算ではなくって、圧倒的な発信をすることによって、自分のことをね、理解してくれる人とか、受け止めたい人とか、共感してくれる人がいつもいつも身の回りにいるっていう環境をお互いに作っておくことが大事なんでしょうね。まあ吉田さんも私もそうですけども、今となっては YouTube を通じて知り合う人と YouTube 抜きに出会う人と、どっちが多いかっていうと、圧倒的に YouTube を通じて知り合う人が多いわけですよ。で、 YouTube で知り合った人から何か商品を買っていただいてお金をいただくのか、それとも YouTube なんて関係なくお金のやり取りをしてるのかって考えると、やっぱりね、スマホやパソコンの画面のこっちとあっちでやり取りしている YouTube を通じて、メールを通じての方が、より社会に組みしてるんではないかなっていうふうに思いません？不思議ですよね。不思議の不ということでございます。ありがとうございました。